そんなことなんか普通は打てないよ。だけどもだから私もこうしてでもできるんだよ。これは当たり前だから。でもこうなっても打てるんだよ。本当に効いたパンチっていうのは手応えはないの。手応えはガツンとあるのはあまり効いてないの。タイミングが悪いの。手応えはあってもガツンと効いて、おっとって打ち抜ける、それがパンチ力なの。あっと右カウンター気味、こらえたこらえた、攻めます。安嶋危なかったね。だってこうやったらさ、普通はこうでしょ。それがさ、こうやってやるのもこうやって、それがだからね、俺のパンチを警戒するのと、こういったらこれからカーンカーンって打ってさ、これ燃えちゃってさ、あーって相手の足首、相手こうやってるから前出てるわけだ、うわーって相手の足首つかまったんだからね。これ手術ではダウンだよ。足首つかまった、いや参ったね。いやー効いちゃったよな。頑張ったよ。昭和48年8月、チャンピオン輪島にとって5度目の王座防衛戦である。挑戦者イタリアのシルバノ・ベルチニはスピードを持ち味とするボクサーで、東京オリンピックの銅メダリストでもある。輪島は地元北海道の試合に燃えた。試合は接近戦で激しい打ち合いとなった。12回ついに輪島の連打がベルチニを捉えた。この回のダメージでベルチニは試合放棄。輪島5度目の王座防衛が決まった。昭和49年2月、輪島が勝てば連続防衛日本タイ記録となる6度目の防衛戦が行われた。挑戦者は前回引き分けでタイトルを逃した強豪ミゲール・デ・オリベイラ。雪辱に燃える挑戦者。対する輪島は30歳、年齢、体力、スピード、テクニック、そのどれもが挑戦者有利だった。とにかくじっくり左のフックファーは今ワンツー、輪島のいいパンチです。右のボディーブロー、オリベイラ回り込みました。しかし八百屋さんいいゲームになりましたね。いいですね。真剣な表情の両選手、例の輪島の動きが出てきました。ボディーブローです。ちょっと左で相手を回しました。オリベイラ目が離せなくなってきましたですね。そうですね。それとね、輪島君うまく相手の打ち気を反らしてますよね。はい、右のフック独特、輪島ちょっとサースターサースポースタイルに変化して右のフックを決めました。絶対打っていかないですからね、こういう時は。あ、そうですね。深追いしません、輪島。右のアッパー、今度は輪島反撃。右のアッパーのボディーブロー、オリベイラ。右のアッパーカット。インサイドから手を出してますね。オリベイラの攻撃です。オリベイラ、輪島左右のフック、輪島左右のフック、大きい輪島アッパーで返します。オリベイラ、オリベイラの出しゴング、第4ラウンド終了しました。ましてタイトルを獲得、すでに2年3ヶ月を経過しております。それまでにチベリア、ドノバン、オリベイラ、リュウ・ソリマチ、ベルチニと
過去5回防衛に成功しておりました。今晩が6度目の防衛戦、もしこの6度目の防衛に成功いたしますと、小林博の持ちます日本記録とタイ記録ということになります。しかし輪島の動きが弥生さん生きしてきたんじゃないですか。詰まりながらも反撃いたしますオリベイラ。輪島声を出して攻撃を続けております。ボディーブロー、オリベイラのニューラッパー。真剣な表情の輪島、下がりますオリベイラ。オリベイラ